はい。えー、グーグルポツンと一人旅でございます。<え>今回は、やっぱり岡山県の笠岡市に来ております。関東という地区があって、ほとんど山ですね。こちらの方も山間部で、池がちょっとあるかなっていうところです。で、ここには、倉敷経覧って言ってね。なんだ誰か喋ってますね。<laughs> はい。倉敷経覧って言ってね。 あの岡山といえばやっぱり倉敷が有名なとこですけども実はね倉敷と笠岡ってちょっと距離あるんですよまあこういった地区のどこを調べるかといいますとこの8期組八木組,八木組なんかありますねこれとある組織の事務所なのかなと思いましたんでちょっとクリックしてみましょう建設会社ですねでデータが少ないのと口コミあるのかな 口コミ、建設会社ですって5年前書いてくださってます。はい。じゃあ写真見てみましょうか。あ、写真はないですけども、自宅の敷地内に、こういったプレハブかなんかの建物があって、建設会社って感じですね。建設会社って実際どういう風な営業体系撮ってるんですかね。ここだと、重機とかも多分置けないと思いますんで、どっか別に重機置き場がどっかにあるのかな もしくは、仲介とかをやってるとこなんでしょうかね。うん。看板見てみましょうか。有限会社、薬器組。ね。まあ、その手の事務所ではないみたいです。はい。<laughs> はい。じゃあ、これはいいとして、次はね、どこ行ってみようかな。丸えい中華そばあ、ラーメン屋さんですね。うん。お、318枚も写真が。 どれどれ結構、あ、美味しそうへぇー。メニューは、中華そばとライスだけというね、シンプル構造です。スープにこだわりました。豚と鶏のコラボ。うわあチャーシュー丼。美味しそう。しかもドラえもんが迎えてくれるというね。ね、お店はこんな感じです。あ本当になんか、昭和の匂い漂う、感じのいいラーメン屋さんですね。 これいいじゃないですか、とっても。いや、むちゃくちゃいいね。へー。田舎の一軒家、ポツンとラーメン屋。まさに私が探しているようなね、お店ですね。あれ関戸ハイデラートってのがあります。お寺が廃墟になっちゃったのかなちょっとクリックしてみましょうか。あ、何もない。ねこれだけですよ。関戸ハイジアート。ねアルプスの少女ですね。 あ、県指定史跡になってる <laughs>。まあ誰も観光に来ないと思いますけども。あ、こういう風に公園になってるんですね、今ね。うん。このお寺を、うん、まあ、建立した方も、後々公園になるなんて思わなかったでしょうね、きっとね。あ、動画が残されてますね。はい、ハイデラートがちょっとあるみたいな感じです。なんかこう、時代と歴史を感じます。うん。 へあなるほどねこれがお寺の石杖ででそれが今は公園にリフォームされてるって感じですかねなるほどねハイデラート口コミ残ってないですかねああるある説明板の裏側に大きな石が露出しているそれが塔の深祖であり深祖はあ塔の中心にあり直径約9 5センチメートルの 心中を支えていた。あとは説明板に詳しく載っています。へあ、今日は草刈りで行きましたけど、綺麗になりました。ありがとうございます。ね、地域の方がこうやって書き込んでくださってますよ。基本情報あるかな何もない。はい。へー、すごいですね。あ、岩崎の松って何だろう。松が生えてるのかなあー、これは、なんか、歌詞じゃないですか。歌が書いてあるんじゃないですか、これ。 こういったね、池に、大阪川から大阪駅へ、えー、水源を求めて。うん、ーん、なるほどね。池ができたんですね。なんかここも人知れず歴史を感じますよ。こういったところに、仕事として来てくださった方が整備してくれて、こうやって火を残しているね。奥の細道じゃないですか。 こんなまさかねこういった立て看板を作った人も私みたいなユーチューバーがこうやって取材してるなんて思わないですよね二 <laughs> 代目あ古歌に読まれた岩崎の松うん何て書いてあるのか分かりませんこれあ今では景観を台無しにするソーラーパネルが池の上を覆ってるってとこですか もう情緒も減ったくれもないですね。儲かりゃそれでいいんかいな。と、文句を言われても仕方がないですね。はい。こんなところもありましたと。うん。あとは、どうですかね。この神社行ってみましょうか。なんて読むんですか、これ。はい。59枚も写真が。しかも24時間営業。<laughs> 岡山県笠岡市大阪2209でございます。口コミもありそうですね。あ、あるね。 で、写真を見てみましょう。結構立派じゃないですか。で、こういうふうなお寺って、日本各地に数千とあるんでしょうね、きっとね。で、こういうふうな公共工事が隅々まで行われてるわけですから、霊あ新たかってわけですよ。あ木で作った鳥、これもまた珍しいですね。屋根瓦も、当時の職人さんが心を込めて作ってくれたんですね、これね。 ああ、これ、石道路、立派ですね。やっぱ、ザ・日本を感じますよね、やっぱりね。うん、鬼瓦。これは牛が鎮座してらっしゃいます。なんかここにも書いてますね。ご神体がいるんですかね、これ。あ、ここにもネズミちゃんがいますよ。もう芸が細かいよ、何もかも。この彫り物も、こんな名のないね、 無名な山奥の神社にもこういったものがね、こだわって作られてるんですよ。これ一つとっても重要文化財級の彫り物じゃないですか今みたいなね、AI 技術とかね、なんとかプリンターがない時代にこれ手彫りですからね。いかに当時人口の少ない中で一人一人が技術を持っていたのか職人さんが多かったのかってことがわかりますよ。ももちゃん。ねえ。 こういった古いお寺や神社一つ一つから当時の文化背景を知る。うーん、趣深い。と字が自,自賛して写真はまだまだあるみたいなんで、この辺で終わっていきましょう。ありがとうございました。Google マップ一人旅の時間でした。